はい。皆さん、こんにちは。元気な、あじです。今日は、1月の25日、金曜日、時刻の方は、16時16分でーす。ピューピュー。ピョ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 はい。そんなわけでね、えっ、ー、と、今回は、このワイヤレスマイク、ね、あの、カラオケに最適なカラオケマイク。これをね、今、パソコンと接続しております。で、これね、マイクの特性で、 これぐらい近づけて喋ってると、まあたいうまく拾ってるんじゃないかなぁと思います。で、離れるとね、ちょっと高一になるかな。これぐらい。ね。ガラッと変わるでしょう。まあ大体基本的にこれぐらいで喋ってるのがいいのかな。まあこのワイヤレスのメリットなんだけど、えーと、カメラをちょっと切り替えて黒くなるけどもね、まあこうして移動しながら、ね。まあ当然ながらこう喋ることができると。ね。 うん。まあ、ベランダの外に行っても喋れるよね、これね。当然ながら。よいしょっと。ね。で、コードも関係ないし、ね。窓閉めちゃっても大丈夫だから。よいしょっと。ね。はい。このようにね、えっ、ー、と、窓閉めました。ベランダの外におります。ね。これでも声届くでしょう。これがね、やっぱあの、ワイヤレスのメリットだよね。よいしょ。音切れてないでしょ ね。まあ、このまんまね、移動しながらできる。例えば、あのー、何か大きなものとか、何か、あのー、広範囲で撮影したい場合に、カメラを上の方にしといてね、普通に <laughs>、こうやって、撮影できるよね。これはね、非常に便利だよね。うん。まあ、あと、これさ、何か固定するやつなんか欲しいんだけど、普通のマイクよりちょっと微妙に太いから、自作でなんかマイクスタンドを作んなきゃなんないんだけどね。 うん、まあそこだけかな。あの、音はそんなに、なんていうの、あの、悪くないでしょう。ね。まあ帰ってね、しっかりはっきり聞こえるっていうか、この距離の調整がちょっと慣れるまで難しいかもしれないけど、まあこれぐらいの声で喋ってる分には安定してるんじゃないかな。多分。ね、ちゃんと聞き取りやすい声で聞けてるんじゃないんでしょうか。よいしょ。 それでね、あと気になるところとしては、そうだよね、一回の充電で、えっ、ー、と、8時間って言ったかな。うん、で、そうだよね、あのー、まあ、充電した状態で8時間。今ちょっとね、ここ接続してるんでお見せできないんだけど、えっ、ー、とね、これ切り替えて、これ、これなら持ってこれるかな。よいしょ。えっ、ー、とね、今ここに受信機を置いてあるんだけど、 これね、今充電してないんだけど、充電しながらでも使えるよね。実際に、まあ、テストの時に充電しながら使ってたよね。なので、こっちの受信機の方は全く心配する必要はないよね。逆にこのマイク側の方の単三電池がどれぐらい持つかなっていう、そっちの方だよね。 でこれ今充電池使ってるんでおそらく、そうだね一、まあ、日中動画撮ってたらあの電池かなりなくなると思うんだけどでも、充電池だからね継ぎ出し充電ができるんでなのでまあ毎日朝一番に入れ替えてセットしておけば、まあ、どんなに1日使ってもまあ8時間。 こっち側が8時間でしょ。で、こっち側どこらへもしるのかなちょっとわかんないんだけど、もしよね、大体ね。まあ、しゃべっててさ、ここのあのメモリがあるんで、これね、ちょっと見てみて、まだ満タンでしょ。ね、これがね、ちゃんとあるから心配ないんだよね。で、今まで使ってたやつっていうのは、あのピンマイクとかね、 あと、まあ、普通のマイクなんだけども、そのボタン電池使うんだよね、ちっちゃいやつね。でそのボタン電池の残量がなくなっていることに気がつかなくて、それで口パクで録画したこともあるんだよね。なので、あっとあまあ、ピンマイクで、 そうだよね。まあ、使えてるとき、青いランプがついてるとか、バッテリーが減ってきたらね、なんか赤いランプとか黄色とかなんか変わってくれたら分かるんだろうけど、あんまりその電子の残量を知らせしてくれるピンマイクってないもんね。なのでね、まあ、かえってこれぐらいもう目立つ感じで残量表示してくれた方が、まあ、しいよね。ありがたいよね。分かりやすいよね。ねで、あと、マイクのさ、 電源奥にしれるじゃん、おじいってよく。でこれだったらさついてるからわかるよね嫌でも。嫌、うん、でもわかるよ。でこう、配信しててもさ録画してても別にこれがさどっち向きだってそんな構わないでしょ。これをなんかずっとねあの見せる方でもないし見えない状態でこうしてても気になんないでしょみんなね。 これは理想の形なんだよね。まあ、これでさ、あとケーブルでも使えるようになって、例えば USB とかね、あのピンで、まあ、ここにカチャってこう、しけて、ワイヤレスと、あのー、両方使えたらいいんだよね。それが理想の形なんじゃないかな、おじいのも、ね。はい。まあ、これ一応テストがてら、今ね、ボリュームちょっとね、あのー、調整してみたんだけど、 このソリの通常のマイク、これボリューム100だとしたら、そのままやってたらこうぶっ飛んでたんで、今、レベルを20まで落としてます。20まで落としてる。で、20まで落とさないで、あの、40ぐらいだったら、ちょっとこう離れた状態でも全然拾うんだけども、感度がいいからね。でもやっぱね、あの、ま、20ぐらいに絞って、これぐらい近づいて喋ってた方が、ま、音としては、 安定してるっていうかうーんまあ周りの雑音拾わなくていいかな。ねまあ、これはねあの普通の、まあ、第一志向のマイクと比べてみて意外と拾いにくいんじゃないの周りの雑音を。なんでカラキオケ用のマイクとやっぱこういう通常のマイクでは全然ね あのもう途が違うからガラッと特性が違うと思うんだけどでも考え方によってはこのカラオケ用のマイクっていいよね、うん、音が特にこもってるわけでもないし普通に聞こえるでしょ声がねえいやおじいもね実はびっくりしたんだよもうちょっとこういうマイクって 困り気味なのかなと思ったけど意外と再生して聞いてみたらそんなあのー、もう困るどころか普通に聞こえたからね帰って変な安いマイクより全然いいよねこれねそう思ったはいじゃあこれね今パソコンで下げてみた感じはこんな感じですよっていうのはまあ参考にしてほしいと思いますあとはもうこれどうやって固定しようかなっていうおじいはこれ気に入ったよ うん、たまにこれでも使いたいと思うしあのそっち側でいろいろやるやつあるじゃん。でビデオカメラでこの V360 で録画すると21分で切れちゃうからねあの何年が資源だっけあ,のあるんでこう分割されちゃうんだよ。でドッキングするのもさ昨日フリーソフトでいいの見つけたんで。 あの今まではさすっごい時間かかってたんだよドッキングするのにもう1本2本3本ドッキングするってなったらかなりの時間パソコン使えなかったんだけどいやフリーソフトでねあの再エンコードしなくていいやつ見つけてえこれただなの,のって感じでそれからもう機能は1個だけなんだけどねもうドッキングはドッキングであの分割するのは分割って全部ツールが分かれてるんだけどいやめっちゃ早いんだよ本当に。 てってもいの見つけたんでね、いや、これ楽だなぁと思って。で、まあ、こっち使ってもいいし、あとは全体的に映したい時は、やっぱこれ使ってる方が楽かな、おじいとしては。あとは皆さん、あのー、視聴者の皆さんが、声、声のこの感じ、椅子だよね、ちょっとこう離れた感じとこれぐらいで、だいぶ違うんで、わーってね。で、これをね、 もうちょっとボリューム上げてちょっと話してもあんまり違和感ない感じにした方がいいのかどうなのかうーんちょっとそこを悩んでるところだよねでこの声が皆さんそんなに悪くないよということであるならばちょっと本格的にマイクスタンドを自作してみようかなと思うこんな感じ,こな感じでこうしてねあのできるように作ってみようかなと思う まこういうマイクスタンドにつけられるあの筒っていうかまあちょっとここにドッキングしてつけてさせるようにすればいいんだけどもねまこれがあるとまあ楽なんだけどそんなこだわらないかなおじいの場合ねであと本当と理想の形としては本当は上からこれぶら下げてであのこういう感じでこういう感じでねでいらない時上に こういうのが一番理想なんだけどちょっとやっぱ離れちゃうと声拾わないでしょねだからやっぱこう理想な形としてこう横からこう押しちゃってでここが全部ね映る状態ね。よくあのこうかっこつけてこんななってポップガードつけてこんななってさ見えないじゃん顔が全部ね、うん。それよりもやっぱりこうやっぱ顔が全部見えた方がいいもんね。うん、そう思うんだよおじいはね。 はい。そんな感じで。まあ、マイク。まあ、悪くないけどね。マイク持ちながらこうやって喋っててもさ、うん。まあ、そんなにおかしくないというか、たまにさ、えー、っと、ピンマイクをこうやって持ってね、喋 <laughs> ってる動画も見たことあるけど、<laughs> こうやってつま見ながらね。<laughs> まあ、それはそれでまたありだと思うけどね。こういうマイク喋りながらなんかこうして喋ってるのも悪くないね。でもやっぱめんどくさいな。いくらマイクが明るいしても、ずっと持ってると、 でもかったるいよねそれはあるはい、まあ、マイクはこれはねおじい気に入りましためっちゃ気に入った、ねうん、なんかの説明するときもちょっとさっきアンプとかそこら辺説明してるときにこうやってつけて喋ってたときの音が結構よく聞こえるんだよねであの形の録音だったらアンプから音を出して あままんまそれで録画撮ってもありかなと思ってね音そんなに悪くなかったよね良かったよねどっちかっていうと何も使わないで声だけでこう撮ってるのとアンプを通して喋ってるのと全然違うよねなんかねちょっとこうグレードが上がったような感じしなかったちょっとね今後使い分けてみるのもありかなと思ってチラッと思ったりしてね まあここのね、あのー、メーカーさん、いろんなマイク扱ってるんだよ、他にもね、面白そうなマイクあるんだよ、あのー、ここに音、要は USB 接続してで、あのー、ミキサーになってるやつがあってね、あとエコーがかかるようになったりとか、もうそれで本当に本格的なカラオケができちゃうみたいな、そんなマイクもあるしね、結構いろんな種類があるので、皆さんも見てみてはいかがでしょうか。ね そんなわけで。今回はパソコンにつないで使ってみたでした。参考にしてください。で、このマイクのリンクは、この説明欄に貼ってあるので、まあ、各自ね、視聴なんか見ていただければなと思います。わかった ?OK?OK?、OK OK、なんとなくわかったよーって方は、グッドボタン押してください。 ね。なんかわかんないけど、暇つぶしになったよって方はね、あの、いいねを押しておいてください。チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、おじいでした。またねバイバイ。他の動画もいっぱい見てねバイバイ。ぴょぴょ